は、見んといて。みんなおはよう。今日は紫色のワンピースです。これはある先輩とお揃いなんです。パジャマじゃないですよ。ワンピース。これはワンピースです。今日の服衣装みたい。本当に？これワンピース。トゥントゥーン。これはおぎゆかさんとなんと同じだったんです。一緒に買ったわけじゃないんですけど、たまたまちょっと今クシーどっか行っちゃったんで、これ眉毛描くやつ、これちょっと使ってないんですけど、これからお出かけなわけないじゃないですか。立って見せて、ちょっと遠慮しておきます。そう、この前っていうか結構前なんですけど、なんかね、そういつだったか忘れちゃったんですけど、集まった時に来てて、うわ一緒だって思った。どこの、これはヘザーですね。これはヘザー。素敵、イエーイ。このサムニーだー。最強ツインテール。色も一緒。そう、色も一緒な。なんかね、3種類4種類ぐらいあったんですけど、一緒だったんです、たまたま。で、なんとミナちゃんもこれの柄、これ花柄なんですけど、見えますか、これ花柄なんですけど、ミナちゃんはこれのピンクですね。柄がない、無地な。これってさ、反転してんの？してないよね。可愛い服は買えてる。もうね、あれです、ネットショッピングですね。でも最近は買ってない。お揃いにして、しよう、お揃い。売ってるか分かんないけど、どうなんだ、売ってんのかな。そう、紫色、紫色なんですこれ。今日何してたの？今日はあれですね、メンバーとビデオ通話してました。ついさっきまでもしてました。それメンズありますか？メンズはないかな。リリースですね。うん、可愛い服ってお出かけもできないので、こうやってショールームで着ることにします。そう、メンバーみんなとマネージャーさんとみんなでしてました。うん、楽しいですね。だいぶ、そう、髪の毛もね、伸びたんです。伸びたかな？伸びた？なんかまだ前髪は伸びるの早いんですけど、この横っちょの髪の毛はね、なんか伸びてるのかわかんない。伸びてるのかな？わーい。ハートありがとうございます。ほっぺ引っ張りたい。もう本気出したらビヨーン。うん。でもさ、これどうしよう、将来垂れたら。やだ。さあやちゃんがまなちゃんの第一印象話してた。え、なんでなんでなんて言ってました？ちょ、見れなかったんですよ、ショールーム。
なんて言ってました？朝起きるの早いよね、秘訣は。そう、朝なんか勝手に目覚めるんですよ。あの目覚ましとかしてないんですけど、逆に目覚まし してない方が早起きできるかも。さやがオーディションの話してた。詳しく詳しく。なんだって、それは言えない。なんだと、なんだって、オーディションで隣だった。そうそうそう、オーディションで隣だった。でもその時初対面だったから全然話さなかった気がする。オーディション隣でめっちゃギャルだったんです。なんだって。でもね、サーヤなんかね、オーディション隣だったから、なんかどこ出身ですかとか、なんかそういう感じの話だと思うんですよね。それで茨城県出身ですみたいな言って、なんかどこですかってお互い聞いて、意外と知ってたところでおおって二人でなりましたっていう思い出がありますね。また最初ここでさ話してたのに今ここまで来たよ、やば。紫アンピニア、イエーイ。はあ、明日から大阪の予定が。ん、2人が受かるなんて読めないね、本当に。だってさ2期生で同じ、まあ新潟県は何人もいるけど、なんか他の県とかだったらマナとサーヤが茨城だけ、茨城で全然眠くないですよ。あ、今あくびじゃないですよ、さっきのファーって言っただけ。明日で2周年。あれ明日だっけ、明日でしたっけ。明日で2周年なんですか。他県で2人ってすごいよね。ねえ、本当に。2人を見て茨城は美人が多いと知りました。あ、嬉しい。オーディションからは、ね、あ、オーディション、オーディション、あ、そっか、オーディション三次審査。あ、そうだ、三次審査はもう今頃新潟にいるかな、まだいないかな。え、どうだったかな、忘れちゃった。今頃に、でも最初に初めて新潟に来た時なんかすごい風が冷たくてびっくりしたっていう思い出がある。新幹線降りた瞬間になんかヒヤッてした。二次審査が何月だったか忘れちゃったんですけど、雪があって、その時パシフィコいたもん。あ、握手会、握手会ですか。そう、新幹線降りた瞬間寒かった。どうやって行ったんだろう、マナ。タクシーだ、タクシー。あれ長岡だったんだ。そうなんですね。マナちゃん誕生日は10月1日です。そっか、もう2年か、早いね。
可愛い顔。カムサムニダねえ、2年早いですね。今頃2年前はぐっすり寝てました。オーディションの時なんで、あ、星でちょっと分かんないですね。ラジオの中でこの2年で変わったと思うこと。前髪。誕生日は年の数だけ。いやいやいや、そんなそんな。お腹空いた。今日夜ご飯食べてないんです。ペコッパさりげなく。前髪なかったですよ。いや、夜ご飯はさ、あのね、その時お腹空いてなかったけど、今食べたらやばいので食べません。今日は他にオーディション受けたことはある？ないです。 NGT が初めて。韓国語が上手な、あー、カムサムニダ、韓国の方に言っていただけた。え、嬉しい。韓国の方なのかな。でも韓国、抜群の笑顔見せて、うん、今夜ご飯食べてる。いいですね。でも寝る2時間前は何も食べないこと。でもマナはダイエットしてる時は6時以降は何も食べないっていうのを心がけてます。今は別にダイエットはしてないんですけど、ただお菓子は食べないっていうダイエットはしてないけどお菓子は食べないっていう変なやつをやってるんですけど。指ハートお願いします。太りやすい、太りやすいっていうか、なんか顔がね、顔のお肉が増えてくんですよ、太ったら。なんかお腹とかは別にあれなんですけど、ほっぺがみたいな。そうなんですよ。顔から太る、そう、顔から太るタイプかも多分。顔でも丸顔なんですよね。だからお風呂上がりとかね、マッサージとかしてるんですけど、魚食べる、食べれます。今日も可愛いね、ありがとう。うち顔四角いって言われる。そんなこと言うんですか。全然ですよ。ローラーでゴリゴリする。でもなんかね、ローラーってやりすぎるとなんかあれらしいですよ、こうやって垂れちゃうらしい。ビガーローラー持ってるんですけど、あんまり大事な時にしかやらないようにしてます。なんかすごい
撮影前とかの時、うん、こんばんは、やっほー、すごい。あ、今日さ30分やるんですけど、47分ですね。昨日の絵、あ、そう、公式ツイッターのやつ、リツイートといいねよろしくお願いします。足がゴム人間のやつですかって、ゴムじゃないですよこれは。これは飛んでるところを表現しました。これほらね、格子の解説笑えた。え、あれさ、なんだっけ、なんて書いてあったんですか、だっけ、画伯ってうまいってことですか。縄跳びしてる、あ、そう、青青、まだ TikTok 始まらない、ね、そう、今ね、みんなでどういう投稿するか、やっぱ最初だからみたいな、いろんな話してて、ちょっとまだ待っていただけたらなと思います。でも個人のあれでは結構撮ってるんですよ、もう5、6個とか撮ってます。もう早くみんなに見せたい、本当に。結構撮ったんですよ。TikTok、マナー TikToker になります。頑張ります TikTok。でも TikTok のやり方わかんないメンバーが結構いるんですよね。だから。TikTok 楽しみすぎる、イエーイ。髪伸びたな、自信あり自信あり。もうね、なんだっけあれも編集もしちゃってますよ、 TikTok の。なんかなんて言うんだろう、画像じゃない、動画のなんだろう、ちょっと見せますね、待って、なんて言うんだっけ、エフェクトっていうの、エフェクトみたいな。とりあえずインストールとフォローだけしました。おお、さすがです。そう、 TikTok はね、あの結構始まる前からずっと見てたので、やりたいなって思ってた時にこう TikTok をきっかけにアクションに来てくれる人いるかもね。あ、嬉しいですね、そうだったら。でも結構若い方とかがよく見るのかな、わかんない。これからインストールします。おー、よろしくお願いします。 TikTok は NGT48 研究生ってやれば多分出てくるので、あのね、アンコールの時の T シャツの柄のアイコンなので、すごい、こ、まあいっか、おじさんには難しいです。でも結構簡単、多分慣れれば簡単なんですよね。 TikTok をフォロー見てると止まらない、そうわかる、寝る前とか見て全然眠れないみたいな。個人でのアップもするの、なんかね、あのアカウントで10、17人でやって、
その後に個人ずつに乗っけます。インストでしたけどまだ何も分かんないや。でもね、投稿してみないとあれですよね、どういうもんか分かんないですよね。もう投稿し始めたらあれ、いいねしてくださいね。もうなるべく毎日投稿するようにするので、みんながいいね、ん？ちょっとやめてくれ。見るたび可愛くなってるな。そんなことはないです。はい、あと7分。ドロン印の TikTok みたいです。あー、ドロン印の前さ、なんだっけ、ストーリーに載せましたよね、みんなで撮ったやつ。あれもね、あれどうやって撮ったんだろう、ちょっと言ってみますね。みんなでできたらいいなと思う。マナ、 you are so pretty. Thank you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 . 双子ダンスもしてほしい。双子ダンスね、でも今会えないから、どうビデオ通話とかでできたらいいみたいなやつですよね、双子ダンスって。トゥ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 。あれ楽しかった、本当ありがとう。あれ振り付けも自分たちっていうか、誰だっけ、ゆうとさらかなが考えてくれたんですよ。それをやって踊りました。いろんな方が見てくれてますね。わお、今誰が見てくれてるか見てますよ。ほうほう、何々惜しいって書いてる方はもう分かっちゃいますね。これ組富プラスのアタ見てみたいわ。3人、いつもメールありがとうね。こちらこそ。最近の趣味はメールの返信を見ること。はじめまして、おお、嬉しい、ありがとうございます。それはいけんの。だんだん終わりの時間が近づいてきました。お休みの時間が、足が痛い。返信全然してないかな。してください。キャー。
つも正座してないです。なんかね、こうやって座ってる。そうすると固まってきちゃうんです。髪の毛きれい。そうですか。でもトリートメントとかやってるんです。パジャマ着てないです。これワンピース。グラビアやってほしい。スタイルいいし。グラビアですか。恥ずかしい恥ずかしい。もうすぐイメシのスクランブル出演が配信される。ですって。みんなそうだ。もうあの時は本当にびっくりでしたけど、夢しな、あーそっか、夢しなの初日、皆さん DMM でご覧ください。私もドキドキでした。本当まーちゃんのプニプニしたい。なんか本当にやばい。モデルやってもらった雑誌の表紙見てみたい。表紙なんてそんな、そんな当日言われたんでしたっけ。そうそうです。寝てたら電話が、もう心臓が破れるかと思いました。あの時はすごくすごく。まなちゃんバイバイバイみたい。バイバイバイね。ぜひ DMM で見てください。はい、もう終わりか。あと1分になりました。皆さんありがとうございました。見てくれてみんなありがとう。ラブ。見てくれたみんなラブ。はい、ということで、はい、お風呂に入ってきます。みんなおやすみなさい。10時になりました。バイバーイ。おやすみー。